親と一緒に風呂に入る衝撃の芸能人、有名人たちトップ級。子育ての悩みとして親子のお風呂事情が挙げられます。一般的には小学校低学年から高学年にかけて親子でのお風呂を卒業する家庭が多いと言われています。しかし芸能界には思春期になったり成人してからも異性の親子同士でもお風呂に入っていると公言して話題になった芸能人が存在します。そこで今回は親と一緒に風呂に入る衝撃の芸能人、有名人たちをランキング形式でご紹介します。第9位、三吉彩花。モデルの三吉彩花さんは2020年にバラエティ番組に出演した際、父親と2人でディズニーランドに行ったり、渋谷で買い物をして彼氏と勘違いされたエピソードなど、親子仲睦まじい様子を語っていました。その流れで MC の久本雅美さんから、お父さんと20歳までお風呂入れるという子いるじゃないと振られると、三吉さんは入ってましたと回答し、今は父親の方が恥ずかしがって入らなくなったものの、高校生の時までは一緒に入浴していたことを打ち明けました。高校時代から芸能活動をしていた三吉さんは当時から一人暮らしをしていましたが、実家に帰った時には一緒にお風呂に入ってお父さんの髪を洗ってあげたりしていたと振り返っていました。年頃の娘が父親と一緒にお風呂に入るだけで驚きなのに加え、頭を洗ってあげるという衝撃のエピソードに、ネット上では買い物とかならわかるけど父親とお風呂とか考えただけでも無理、お母さんは何も言わないのかな、たとえ娘から一緒に入ろうとしても父親の方がちゃんと教えるべきだよなどの厳しいコメントが多数寄せられていました。第8位、武田里奈。女優の武田里奈さんは2016年にバラエティ番組の芸能人親子スペシャルに父親の武田武さんと一緒に出演した際、父親の武さんが今でも親子でお風呂に入ると衝撃の親子ルールを明かし、それに対して娘の里奈さんも毎日ではないですけど今も入りますと語っていました。父親曰く、家族5人一緒に住んでいて帰ってくる時間帯が一緒なので、誰かがお風呂に入っている間に誰かがシャワーを浴びると説明し、スタジオからはええと驚きの声が上がりました。共演者がタオルを巻いてと尋ねると、里奈さんは全然普通にと答え、父親もすっぽんぽんですと返答しました。里奈さんはさらに、基本的にうちの家族家の中でもみんな裸パンツ一丁と暴露し、自身についてもパン一で上は着てない、小さい頃からそう教えられてきたと話し、父親も娘の裸なんて何とも思っちゃいないと平然と答えていました。この放送を受けてネット上では、中学生でもありえないのに20歳過ぎてるのに一緒に入るとか絶対無理、娘も大概だけど年頃の娘なんだから親が離れるべきでしょ、芸能界に数年に一度現れる、家族の前でも全裸で平気女などの辛辣なコメントが多数寄せられていました。第7位、中村典弘。元プロ野球選手の中村典弘さんは2016年にバラエティ番組に出演した際、3人の娘との親子仲が実に良好で、未だに一緒にお風呂に入る日があると明かして共演者を驚かせました。実際に中村家のプライベートを収めた VTR には、20歳の長女がパパ入ってる、もう私入るよと中村さんがいる浴室に入っていくまでの会話が映っており、さらに入浴中の音声には中村さんが彼氏おんのと尋ね、長女がおらんと答えると、まあ当分いらんやろ、彼氏より野球やなと話し、それに対して長女がやばいやろと仲良さそうに会話をする様子が収録されていました。中村さん本人は目のやりどころに困るねというものの、次女や三女と一緒になる日もあると明かしていました。この放送を受けてネット上では、20歳にもなって親と一緒に風呂入らす中村典弘すぎょい、申し訳ないが気持ち悪く感じる、ドン引き、目のやり場に困るなら一緒に入るなよ、ほんまキモいなどの批判的なコメントが殺到する事態になりました。第6位、剛力彩芽。女優でモデルの剛力彩芽さんは2017年に情報番組に出演した際に、家庭独自のマイルールというテーマで、しょっちゅうではないですけどと前置きした上で、家族とお風呂に入るとかと25歳だった当時も家族と一緒にお風呂に入っていたことを告白しました。続けて、母親とはしょっちゅう入るんですけど父親も全然、父親は長風呂なので急いでと言ったら、
いいよ、入ってきてって言われて、全然一緒に入ってと父親とも一緒にお風呂に入っていることを明かして共演者を驚かせました。この発言を受けてネット上では大論争が巻き起こり、家族が仲良い証拠じゃないと擁護する意見も少数ながら上がる一方で、25歳でなんてドン引き、ファザコンの私でもさすがにない、父親に裸見られたくないしこっちも見たくない、そっち系の作品でありそうなパターン、つまり普通じゃないなどの批判の声が殺到する事態になりました。過去の番組では入浴後もしばらくは裸のままといった話もしており、それだけ家族関係がうまくいっている証拠ではあるものの、好感度上げが狙いだと邪推する視聴者も多く、また一般的に考えれば少数派であることが予想される案件なだけに、わざわざ打ち明けなくてもよかったのかもしれないと芸能ライターは苦言を呈しています。第5位、松本明子。タレントの松本明子さんは2016年に情報番組に出演した際、親子でお風呂いつまでという特集の中で、32歳で結婚するまで父親と入浴していたことを明かしました。松本さんが育った家庭は着替えを見られても何とも思わない裸族のような環境だったため、お風呂に一緒に入ることに全く抵抗がなく、背中の流し合いや悩みの相談をしていたと明かしていました。そんな環境で育ったからこそ、息子にも自分と同じようになってほしいと思っていましたが、小学5年生から一緒の入浴は断られたと語っていました。しかしそれでも松本さんは息子を溺愛するあまり、好きあらば抱きしめたり、入浴していたら嫌がられても一緒に入ったり、部活から帰ってきたら全身マッサージをしつこくするなどを繰り返し、その結果息子から触るなと拒絶されたこともあると告白しました。そのため松本さんは寝ている間に舐めるようになったと予想の斜め上を行く行動に出ていたことを明かし、ネット上では息子に対する同情の声が寄せられるようになりました。そんな息子さんは大学4年生になった2023年に初のテレビ出演を果たすと、母親である松本さんに対する不満を話した上で、寝ている間に舐められていたことについては、そのタイミングでよく悪夢を見てたんですよねと打ち明けていました。第4位、北見直美。レースクイーンでタレントの北見直美さんは2019年にバラエティ番組に出演した際、幼少の頃から父親と兄とお風呂に入っており、その延長で今でも3人で入浴していることを明かして共演者を驚かせました。北見さんにとってはごく自然なことであり、一人ずつよりも家族でまとめてお風呂に入った方が時間短縮になるなどの合理的な理由があると説明していましたが、周囲の人々に話すと驚かれてしまうため、もう家族での混浴はやめるべきか悩んでいると打ち明けていました。実際に番組内では北見さんが兄と一緒に入浴しているシーンが流れ、スマホでアニメ映像を流して2人でそれを見たり、漫画を読みながら会話をするなど仲良く入浴する様子が映っていましたが、この放送を受けてネット上では気持ち悪いと批判の声が殺到しました。もっとも MC の中居正広さんからは驚きの声が上がった一方で、100の家族があれば100のルールや掟があるから今まで通りでいいんじゃないかとのアドバイスを受け、北見さんはほっとしました。父、兄と風呂に入り続けていいんだなと安心の思いを明かしていました。第3位、大橋和也。なにわ男子の大橋和也さんは2022年にバラエティ番組に出演した際、高校生になるまで母親とお風呂に入っていたことを明かして共演者を驚かせました。共演者の女性陣がええと悲鳴に近い声を漏らすと、大橋さんは僕の家みんな裸族なんで、弟とお兄ちゃんもいて男が結構多かったので、母親以外は全員裸だったんです、見られても何もなかったんでと理由を説明し、今でも母親から一緒に入ろうと言われたら入れますと笑顔で語っていました。以前にも大橋さんはバラエティ番組で、僕中学生までお母さんと一緒にお風呂入ってました、中1中2くらいまでと話していましたが、実は高校生まで入っていたという事実が明らかになったため、ファンからドン引きされることを気にして中1中2くらいまでと話を逆盛りしていたのかもしれないと芸能記者は指摘しています。なお、母親と一緒にお風呂に入るのをやめた理由については、俺も大人にならなあかんなと思ってと話していましたが、現在もママと呼ばないと怒られることや、週1で母親と2人で焼肉店に行っていることを明かし、共演者からは彼女だよ
もうそれと突っ込まれていました。この放送を受けてネット上では、衝撃すぎてどう受け止めればいいのか、大橋くんのお風呂事情だけは受け入れられないなどと困惑の声が寄せられる一方で、高校までママとお風呂に入ってる男を想像するとドン引きだけど、和也くんだから可愛く思える、大橋くんはマザコンなんじゃなくて家族が大好きなんだと思うと、一部のファンからは理解を示す声が上がっていました。第2位、平優奈。女優でタレントの平優奈さんは、2022年にバラエティ番組に出演した際に、18歳まで父親と一緒にお風呂に入っていたことを明かして共演者を驚かせました。MC を務めるクリームシチューの上田晋也さんから、別に全然、お父さんもあなたも平気だったって感じと尋ねると、平さんは、父はタオル巻いてましたけど、私は何とも思ってなかったんで、普通にお父さん入ってたら、あ、入ろと思ってと説明しました。以前にも平さんは父親と一緒にお風呂に入っていることをバラエティ番組で恥ずかしげもなく語っており、お父さん大好きっ子で知られていましたが、18歳であれば体の発育は大人の女性であるため、いくら大好きな父親であれど常識では考えづらく、視聴者からは驚きの声が寄せられていました。現在は一緒にお風呂に入らなくなったものの、その理由について、全然、今でも平気なんですけど、お父さんがあれみたいでと父親の方から NG が出てしまったことを説明し、本人は現在でも父親とお風呂に入ることは構わないと語り、さらにお風呂は NG になったものの、現在でも一緒に寝ていることを報告しました。世間では年頃の娘に汚れ物扱いされている父親が圧倒的に多いだけに、番組を見ていた父親世代の視聴者は平さんに胸キュン状態になり、ネット上では、平さんみたいに可愛い娘がいたら嫁に出せないな、こんなに慕われて親父さんが死ぬほど羨ましいなど、おじさん好感度がマックスまで上がることとなりました。第1位、田中樹。ストーンズの田中樹さんは、2023年に酒のつまみになる話に出演した際、僕今年28歳になるんですけど、未だに母親と一緒にお風呂に入るんですと告白して共演者を驚かせました。特に女性陣から、やば、やめなってと咎められ、 MC の松本人志さんからも、それはほんまに激ヤバの話やでと突っ込まれていました。田中さん曰く、田中家では家族でお風呂に入るのが当たり前で、その理由として、男5人兄弟で家には女性が母親しかいないため、裸を恥ずかしいという感覚が一切ないと語っていました。もっとも狙って一緒に入るわけではなく、お風呂に入ったタイミングで浴室に母親がいたら、じゃあ入るねと言って一緒に入るくらいのもので、別に一緒に入りたいわけではなく、やめることはできるんですけどと弁解していました。こうした田中さんの発言を受けて、女性陣からは、マザコン味が強い、飲み会でその話されたら引くなどの厳しいコメントが寄せられると、田中さんは、そんなタブーなんすねと驚いていました。一方で、彼女ができたら一緒にお風呂に入りたいかと尋ねられると、田中さんは、多分無理です、奥さんでも無理です、一緒に入ることが当たり前で育ってきたのが家族じゃないですか、そこにフラッと来てとの持論を展開させ、さらに共演者を驚かせる結果になりました。いかがでしたか。芸能界には親と一緒にお風呂に入る芸能人が多数存在しました。芸能人にとって親子仲睦まじいイメージは好感度につながる一方で、お風呂に関しては一般常識から少し外れているため、賛否両論寄せられる傾向にあります。専門家によると、異性の親子での入浴は子供の自立を妨げたり、強依存に陥る可能性があるため、ある年齢を過ぎたら親の方から拒否する必要があるのかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。